メリークリスマス。ロキサンタ君、卒業したばかりだが今年は君にも参加してもらおう。手伝ってくれるね。もちろんです。どこへ向かえばいいですか？君には日本に行ってもらおう。ソリも用意したからこれを使ってくれ。ソリ、これ？デッパにすっごいリアスポついてるし。これは先生がサンタの時代に使ってたやつだ。かっこいいだろう。あ、はい、そうですね。でも明らかにトナカイじゃないんですけど、疲れてるし。ならこれは変えるか。これならいいだろう。さあ、行ってくるんだ。ロピサンタは琥珀卓を連れ日本へ向かいました。メリークリスマス。もうサンタとかマジかよ。ロピサンタは子供たちのために一軒一軒回ってプレゼントを持って行きました。すべては子供たちの笑顔のため、頑張らないとね。ロピサンタは子供たちに見つからないようにこっそりプレゼントを一軒一軒渡していきました。ふふ、疲れた。次でラスト一軒だ。最後の一軒に到着したロピサンタ。子供が寝ているか確認をしようと窓から覗くと、びっくりして倒れてしまいました。窓の中には明らかなおっさんがコーヒーを飲みながらフルーツの盛り合わせを楽しんでいました。きっと大人っぽい子供なんだよね。そう言い聞かせ子供が寝るのを待っていました。何かを察したおっさんっぽい子供はそさくさと寝室に行き寝ることにしました。寝たことを確認し、ロピサンタは部屋の中へ入っていきます。そして子供にプレゼントをあげました。ソリに戻ると、なぜかプレゼントが一つ余っていました。あれ？配り忘れたか？焦ったロピサンタに、ウルサンタ先生がこう言いました。それはみんなの思いを手紙にしたものだ。君へのプレゼントだよ。ロピサンタは嬉しくなりました。みんなの温かい思いのこもった手紙をソリに貼り、来年も頑張ろうと思うロピサンタでした。来年は皆さんのもとへロピサンタが行くかもしれません。ハッピーメリークリスマス。